集まりいただいてありがとうございます。それではですね、ただいまから今日東根市汚染水対応放出というのを閣議決定したということで、この場で断固抗議の声を上げていきたいというふうに思います。それでは福島原発汚染水を海に捨てるな緊急撤回、さよなら原発1000万人アクションが呼びかけたものですけれども、ただいまから集会抗議集会始めていきたいと思います。それでははじめに鎌田聡さん代表の呼びかけ人代表の鎌田聡さんにお話しいただきます。皆さん、今日お集まりをありがとうございます。なんと今朝早く、この製品は一時決定で開始開業太平洋に核汚染水核汚染水を大量に廃棄することを決定しました。これは国際的に見ても日本世論ばかりか国際世論に対しても挑戦であります。この危険な廃棄物を海流用に流す水に流せば解決することじゃ全くない。むしろ東京電力でさえ5年前には関係者の議会出しには池の内処分も行わず、高津市中撤去設備に処理した水は発電所内に何との発電所内タンクに保存すると明確にしてます。加害者の東電がタンクに保存すると言っているのに、菅内閣はとにかく放出する方針を決めて放出する、これは処理水とは言っているが、あくまでも核汚染水です。核汚染水を大量に今120万トン福島原発にあります。1日120トンたりできてます。この120万トンをまあ何十年かかるでしょうけど、とにかく太平洋に自然の海に流す、これだけの環境破壊はありません。トリチウムは希釈すれば害もないなんて言ってるけど、全部希釈するとしたらどれだけの電力が使うかわからない。今1リット当たり6万ベクレルにして流せばいいと言ってますけど、そこまでやらないで流す、そして6万ベクレルでも安全かどうかわからない。トリチウムによって子どもたちが、原発周辺の子どもたちが白血病になったり遺伝子に影響あったり、いろんな障害が出ているというのは世界的にも明らかになっています。そのトリチウムを出す他の核物質は出てきたと言いながら、トリチウムあるいは他のまだ分からないような核種がいっぱい含んだ形であるので、それを太平洋に流す、それは世界の世論への挑戦です。そういうことを一国の政府が、まして加害者の東京電力がまだ流すとはっきり言っていないのに、政府が率先して流す、これだけの横暴なことを許されない。これは沖縄の辺野古の海を今強制的に暴力的に埋め立てて環境を制しているのと全く同じ構造です。菅内閣には環境とともに人類が生きていくって、そういう思想が全くない。今だけ金儲けすればいい、メーカーの救済すればいい、しかしそれが東電の救済になるかどうか、それは責任者は必ず廃棄物は校内に保存しなきゃいけない、校外に持っていく、出す煙もそうだし汚染水もそうだ、これが70年代の日本の公害ゲットを作ってきました。ようやく水俣病、痛い痛い病を止めて、まだまだ患者さんは苦しんでますけど、とにかく公害競争があって外には出せない、汚染物は外には出せないという方たちの要求と決意が現れてきたのに、これまたこれだけ大量な汚染物を、まして核物質、それも
半減期が120年とか、そういうふうなものの対応に流す、これは絶対許せない。菅首相よ、あなたは何てことをやってるんだ。君たちは日本人民ばかしか、国際的な人たちをも苦しめて、これから苦しめようとしている。しかし皆さん、閣議決定は永遠に続くものではない。例えば70年、69年の閣議決定、陸奥湾開発を含んだ新電装、新全国総合開発計画も、これは田中角栄の時代の日本列島改造と言われましたけど、これだけの大計画も閣議決定したけど、何の実行になってない。今、スコット方法で核燃料サイクル、これも全く稼働しない、馬鹿げた工事でありますけど、もう22年間も稼働してない、そういうものがあります。だから皆さん、閣議決定したからといって諦めてはいけない。確かめていく、そういうふうな時の今日の始まりの集会です。今日閣議決定しましたけど、決してここで力を落とさない。閣議決定された人はそれをまた向こうにしていく、そして閣議決定したような政府を打倒していく、そういうふうな形で私たちは世界の健康と私たちの子供の未来を守っていくしかありません。皆さん、原発はもう 80% 反対の声になってます。あと一押しです。政府が変われば原発政策も変わる。政府が変われば核廃棄物の海洋汚染も止まる。そしてこれは解決策があります。きちんとした収納するタンクを、大型タンクを作る、そして固化体にしていく、液体を固化していく、それで保存していく、そういうふうな時間と金をかける方法があります。しかし廃棄していくのは、浄化という形で廃棄していくのは、もっともっと時間がかかる、金もかかる、電力もかかる。これはとにかく保存していく、保存させる。東京電力に徹底的に責任を追及する。そして海外に流さない、海外の人たちに苦しめない、私たちの思想を苦しめない、そういうような決断とした行動によって政府の姿勢を直していく。そして日本は核政策から変わる、核燃料サイクルもやめる、というふうな未来の展望を私たちは具体的に示して、とにかく許さない、今日の閣議決定を認めない、という形で断固戦っていきたいと思います。皆さん力を合わせて、長い闘争ですけど、まだまだ頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして、原水爆禁止日本国民会議の藤本康成さん、お願いいたします。お集まりの皆さん、反原発、脱原発、その運動を皆さんと一緒に担っていきたい、そういう思いで今ここに立たせていただきました。福島原発事故から10年、私も年齢を重ねて65歳を過ぎました。60を過ぎたあたりから昔の思い出がいろいろ蘇ってくるようになりました。子供の楽しかった頃、私は北海道の湖のある、小川の流れる、田んぼのある、畑のある、そして山のある、そういう町で育ちました。いわゆる田舎育ちというふうに呼ばれるのかもしれません。しかしその田舎には本当に豊かな自然があり、そして豊かな食べ物がいっぱいありました。高度成長期前の時代、小学生、おやつなんかなかなかもらえない時代に山に出れば、グズベリがあり、山いちごがあり、栗の木があり、そういう自然の中で
私は育ちました。今福島の山の中でそういう子供たちは、そういう私が経験したことができるでしょうか。子供たちから自然を奪い、豊かな恵みを奪ったのは誰なんだ一体。そういう思いでいっぱいです。日本の原風景、今の政治家は美しい国日本って言うじゃないですか。その美しい日本、その原風景を奪ったのは一体誰なんだ、一体何なんだ。そのことをしっかりと私たちは胸に刻んでいかなければいけません。それが福島に対する私たちの責任だと思っています。トリチウム汚染水、政府はこう言いました。薄めて流せばいい。どこの原発でもトリチウムが出てるんだ。同じことだ。薄めて流せばいい。どこの原発が福島第一原発のような事故を起こしているか。福島第一原発はそこら辺の原発とは違う。人の暮らしを奪い、人から地域を奪い、ふるさとを奪い、その文化を奪った、そういう原発じゃないか。事故原発、事故原発からまた放射性物質を出すことなんか決して許されない。福島の県民と政府は真剣に向き合って話し合ったのか。そんな風には僕には思えない。きちっと謝り、きちっと責任を取って、きちっと福島に向き合ってどうしたらいいか真剣に議論してくださいよ。勝手に決めるな。福島をないがしろにして勝手に決めるな。そう皆さん思いませんか。まだまだいろんなやれることはある。僕なんか突拍子もないと笑われるけど、タンカー、大型タンカー一隻持ってきたらどれだけの汚染水を食べとくことができるのか。こうオリンピックだ、Jビレッジから聖火リレーが始まりました。何が復興オリンピックだ。Jビレッジにタンク置きゃいいじゃねえか。僕はそう思いますよ。この怒りを、ドイツの人が笑って言いました。日本人はどうして怒らないんですか。この怒りをぶつけましょうよ。閣議決定なんか手のくらいだ。閣議決定あったって絶対させないぞ。戦争を流させないぞ。最後の最後までみんなと一緒に、皆さんと一緒に思いを一つにして頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。藤本さん、大変ありがとうございました。次々皆さんで発言をしていきたいというふうに思っていますが、全道協の藤村さん、ご発言お願いいたします。全道協の藤村さん、ご発言、すみません、お待ち。お集まりの皆さん、全国全道協を代表して発言していきたいと思います。申し訳ありません。真ん中に本日行われたこの汚染水を放出する閣議決定に対して全農協として真っ向の怒りを持って、その閣議決定を実行まず明らかにしていきたいと思います。私たち全農協はこの間10年前の福島原発事故、そして今全国各地で行われようとしている老朽原発の再稼働や、あるいは原発の新設に対して、全国の労働組合を中心として、全労協の戦う労働組合を中心とした様々な取り組みが行われています。私たちはこうした取り組みをさらに強化して、
すべての原発をなくしていくことの戦いをさらに取り組んでいきたいというふうに思います。さて汚染水、まさに汚染水は何かといったらこれだというそういうことがあります。汚染水は海に流してはいけないものなんです。薄めるといったって原発原子力の問題を知っている人は薄めても何の意味もないということは分かっているはずです。政府は専門家の意見を取り入れたと言っていますが、一体どこの専門家がそんなでたらめな意見を言ったのか、はっきりと明らかにしてもらいたいと思います。そしてこの汚染水を流したことによって起きるさまざまな被害、風評被害だけではありません。この汚染水の中に含まれているトリチウムやあるいはさまざまな核物質が与える環境への影響によってさまざまな問題が引き起こされたとき、政府はその責任を取っていくということの覚悟があるのでしょうか。私の所属している大田区食堂ではこの間一貫して南相馬の漁協の皆さんと共にさまざまな取り組みをやってきました。一生懸命魚を取り、そしてそれがちゃんと汚染されていないかを測り、そして悲しいけど捨てざるを得ないようなそういう状況も乗り越えながら日本の漁協を守ってきた、こうした福島の漁民の皆さんのその苦労を福島の人たちが、そして全国の漁民の皆さんが反対しているにもかかわらず本日の閣議決定を行ったということについて私は本当に怒りを禁じません。全国の戦う労働組合、そして労働者市民の皆さんとともに全国連合協は最後までこの戦いを戦い抜くということを表明して簡単ですがアピールにしていきたいと思います。共に戦いましょう。藤本さん、大変どうもありがとうございました。続きまして、ゼミ婦人民主クラブの片岡さん、おいでになりました。片岡さん、片岡さん、お願いいたします。皆様お疲れ様です。ゼミ婦人民主クラブの片岡です。本当にこの内閣は私たちコロナでこんな外にも出るのも大変な時に何度も何度もこんな風に密にならざるを得ないような状況を作ってきました。昨年も日本学術会議でまた抗議声明を出しましたが、昨日ケリン婦人民主クラブとしても今回のことで抗議声明を出しましたので読ませていただきます。内閣総理大臣福田様、福島原発処理汚染水の海洋放出に反対します。私たち自民婦人民主クラブは1946年に結成された全国組織の女性団体です。平和の追求、女性問題や人権、脱原発、環境保護などの問題に取り組んでいます。東京電力福島第一原発の敷地内にたまる処理済み汚染水について政府は海洋放出を今日の閣議で正式に決定しました。私たち都民婦人民主クラブは海洋放出には絶対反対です。2011年1年3月の事故後、重大事故が起きました。福島の人々の困難は今もって解決、何ら解決されておりません。廃炉の目処は
政府は40年後には廃炉にすると言ってますが、まだデブリがどうなっているかなど何にも解明されているものはありません。政府は今度はこの処理水汚染水を希釈して基準以下にして海洋放出すると決めました。こんなことをしたら世界中の汚染物質は海は本当にたくさんの水量があるので何でも希釈されて何でも捨てていいっていうことになるのではないでしょうか。こんなことをしたら日本だけでなく私たちが本当に悪い日本を作ってしまうということになりかねません。今プラスチックの問題も非常に深刻な問題になっています。こんなことも二度とさせてはいけないと思います。私たちは福島原発処理汚染水の海洋放出を決して認めることはできません。みんなでなんとか2年後にこんなことをさせないようにこれからも粘り強く戦っていきたいと思います。今日はお疲れ様でした。はい、片岡さん、ありがとうございました。続きまして担保者の柳田さんにご発言いただきます。担保者の柳田です。昨日ここで市民集会が200名ほどに開かれまして、そこで担保者のボランティアも発言したんですが、同時に今日のこのお昼のこの集会、さよなら原発の集会にも参加しようと呼びかけました。その方たちも含めて今日多く参加させておられます。担保者も呼びかけて今日みんなに呼びかけたところ関心が高く、かなり大勢の人が参加しております。2つの農家が、1つはトリチウムを安全に保管できる方法であります。先ほど藤本議長が大型船舶を一隻持ってきたらといい提案をされましたが、同じ考えであります。これはかつて70年代の石油危機の時に大型のタンクをたくさん作りました。日本には数千機あります。この安全な陸上で保管できる10万トンタンクを作ると10機作れば十分です。お金も土地もあります。福島のあそこには土地があるということは東電も認めてますし環境省も認めてます。で、10万トンタンク高いかというとそんなことありません。1機20億か30億ですから10機作ったとしてもせいぜい200億から300億です。東土駅失敗しましたね。あれで400億近く使ったと思えば絶対安い。放射能汚染水を安全な陸上部で保管できる10万トンタンク10機で十分大丈夫。それは70年代の石油危機の時に全国にいっぱい作ったその堅固な10万トンタンクの実績があります。まずこのことを論議すべきです。菅首相はまず海へ捨てるというそこを先に考えて大間違いであります。もう一つは東京電力の責任であります。ああいう事故を起こし誤っていない、誰も処罰されていない、しかもいっぱい放射能を出したんですね。福島の人は東京の私たちの約10倍ぐらいの放射能と生活しています。さらにその上にトリチウムでいっぱい汚染水を出す、これは許されません。東電はもう少ししっかり汚染水対策をやるべきだと思います。私たちは毎月1回東電本店前で集会やってます。約100名ぐらいで弱でやってます。そこでもこの放射能汚染水を安全な陸上部で保管するこういうことを主張しております。今日皆さんにもこのチラシ、担保者のチラシをお配りしましたのでぜひご覧ください。安全な陸上部で保管するこのことが大事であります。トリチウムは風評被害と言われてますがこれは違います。実害があります。実際の害があります。風評被害ではありません。放射能の核物質と皆さんが原発をやる限り原発を続ける限りこのトリチウムは出てきます。したがって原発をやめるこの運動を皆さんと一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。
柳田さん大変ありがとうございました。ここで皆さんにお願いがあります。緊急に集まっていただいたにもかかわらず、実はですね、カンパのお願いをしたいんです。あのカンパ袋を持って皆さんにお願いもありますので、ぜひ運動を続けるという意味でもカンパのご協力よろしくお願いいたします。それではですね、今日のこの集会に福島からメッセージが届いています。そのメッセージ、平和フォーラムの橋本さんに代読していただきます。よろしくお願いします。福島からメッセージをお預かりしています。伝統を読み上げるには少し時間が足りませんので、中略して、ご案内させていただきます。メッセージ。福島、東電福島原発事故から10年が経ちました。10年経っても事故原因も究明されず、事故を起こした原子炉内の様子もほとんど分かっていません。線量が高くて近づけないところもあります。第一原発の事故は未だに収束していません。原子炉建屋に流入する地下水も止めることができず、燃料デブリを冷却した汚染水は毎日大量に発生し続けています。東電はもう保管の限界に達する、タンクの増設はできないと言っていますが、国も東電も長期に及ぶ廃炉工程の中でこの汚染水の問題をどのように位置づけてきたのでしょうか。何をしてきたのでしょうか。そしてここに出されてきたのが海洋放出による処分です。国は全国全世界の原発からトリチウム水が放出されている。事故を起こした第一原発のトリチウム汚染水も、稼働中の原発で出てくるトリチウム水も同じトリチウム水、薄めて流せば問題はない、海洋陶器はダメだが陸から流せば大丈夫と理解できない理屈を繰り返しています。コストも抑えられることからも、初めから海洋放出ありきだったとしか思えません。福島東電福島第一原発の事故処理および廃炉作業は今後も困難を極めます。中間貯蔵施設に保管されている除染廃棄物の最終処分の問題、燃料デブリの取り出しの問題、新たに2号機、3号機の建屋上部の高濃度汚染水も明らかになりました。今後も福島には大きなリスクがかかってきます。今トリチウム汚染水の海洋放出を認めてしまえば、また次に国は福島に規制を求めてくることは明白です。再度海洋放出に反対、慎重な対応を求める声に真摯に向き合い、国の理屈を優先させず理解を得ながら廃炉を進めることを求めます。共に頑張りましょう。2021年4月13日原発のない福島を県民大集会、実行委員長角田。はい、ありがとうございました。福島からのメッセージでした。で、実はですね、今日県庁、福島県庁に梶山通産大臣が来て、この問題について、まあ、県の方に伝えるということをしているということなんですけれども、今の福島の皆さんは県庁の前で抗議行動を行っているということです。そういうニュースも入っています。しっかりと福島です。そしてこの場でもまた全国の人たちと手をつないで、脱原発と放射能汚染水を海へ流すなという声を大きくしていこうではありませんか。少しですね、もう少しスピーチを続けますのでよろしくお願いいたします。それではですね、原発の事故の処理に欠かせない、原発 の、 事故の現場で働いている労働者の方からのご説明です。原発労働者の池田実さん、スピーチをお願いします。こんにちは。原発で働いていた池田と申します。2014年から15年にかけて、第一原発、構内で働いていました。本当に
今日の決定はおかしいですね。もう土地がない、タンクの行き場がないというのは随分前から言ってるんですけども、実際働いてみて毎日通ってみて、山側ですね、海側にはタンクいっぱい確かにありますけども、山側にはこちらゴミ捨て場って言ったんですけども、もう土地が随分あるんですよね。でいうところに言えばデブリとかで、ね、高濃度の瓦礫だとかそういうのを保管するために、まあ、取ってあるという言い方をしてるんですけど、まだまだ土地がある、もう本当になんかもう土地がない、切迫しているようなことをずっと前言ってますけれども、それは嘘だということを現場は知っているものとして、声を大にして言いたいです。あと一つ、やっぱり作業員、処理をする、水を流す、誰が作業をするかということは、やはり私たち、第2次第3次下請けの労働者がきれいな海に汚染水を流すわけですね。でそれを流す過程でやはり被爆するということは避けられないと思うんですね。誰が流すのか、本当にきれいな毎日眺めている福島の海に流すということ自体本当に苦しいことでしょうけども、さらにそういう作業を、処理作業をする中で被爆は避けられないということを、それを本当に菅首相は考えていいのか、さらにデブリ、これからデブリの取り締まり作業ということで危険産業を強いるわけですね。なんでそんなに急ぐのか、汚染水も流すのも、とにかくもうメンツのために流すという、もういうことで、実際被爆するのは作業員、労働者のわけですね。で保証も何もない東京電力、国からの保証を私も7.25 ミリシーベルトに被爆しましたけども、一旦もう離れば何の保証もないわけですね。そういうことを現場の労働者のことを全く考えていないということについて本当に頭がきます。本当に菅首相はこの閣議決定を撤回して、労働者のため、そして福島の労働者、市民、漁民のために、ね、なる、政策を変更してほしいというふうに訴えて、私からの発言に変えたいと思います。池田さん、大変ありがとうございました。実はですね、ここでちょっと皆さんにご提案あるんですけれども、やっぱり政府に対してですね、抗議の声を上げたいというふうに思うんですね。でもコロナ禍でありますので、一応私がコールをして、皆さんはもうお持ち の, プラカードを官邸の方にしっかりと向けていただくという形で抗議の声を上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ではプラカードを上手にしっかりと官邸の方につけていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。閣議決定9段、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 閣議決定を撤回しろ、閣議決定を撤回しろ、福島放射能でよろしな、福島放射能でよろしな、海洋放出をするな、海洋放出をするな、海洋放出反対、海洋放出反対、県民の声を聞け、県民の声を聞け、漁業者の声を聞け、汚染水を海に流すな、海を汚すな、汚染水を海に流すな、県民の声を聞け、県民の声を聞け、思います。原子力情報室の片岡さんからのご発言をお願いいたします。原子力使用情報室の片岡と申します。皆さん、この今朝閣議決定で、汚染水の海洋放出が決定されましたが、
まあ、このことについてはもう多くの人が多くの、矛盾を指摘しています。しかしいくつかの点でやはり、最後のところで止めるために私から話をしたいと思います。まあ一つはですね、このトリチウム汚染水、これは決して安全なものではない。なぜかと言いますと、まあ、1500ベクレルパーリッター、こういう濃度で流すと言っていますが、この濃度で例えば魚を養殖したり生物を育てて、それに対しての影響を見るとか、そういうことは多分今の政府では行わないでしょう。しかし過去の多くの研究を見れば、規制が出たりあるいは生物に対しての多くの影響が研究で報告されています。このことを全く無視して安全だという、その安全キャンペーンを張って風評被害対策と言っていますけれども、このような形で安全だというふうにして流してしまう、これは本当に危険なことです。まあ、全てのことがこの日本政府同じですが、例えばコロナウイルスに対しての対策も科学的なエビデンス等に基づいた対策ではなく、安全だ、オリンピックをやっても大丈夫だ、そのような、嘘とまやかしによって政策を進めている、そのような政府ではないでしょうか。トリチウム汚染水、これに関しても多くの指摘があるにもかかわらず、風評被害対策に注力するという言いながら、結局は何の対策も取らずに海に流すだけではないでしょうか。こんなことを絶対許せません。2年間かけてなんとか私たちの手で止めていかなければならないと思います。そして今多くの指摘がありましたが、敷地の中にまだ余裕がある、その証拠に東電は新たなタンクを作り始めたではありませんか。なぜそれを無視して海洋放出ということを先行に決めるんでしょうか。おかしいではないでしょうか。もっと東電に対してタンクを作ってくれと、そのように呼びかけてもいいんではないでしょうか。そして国際的な問題です。今日も多くの海外のメディアの方が捉えていますけれども、この海洋放出というのはいわゆる海洋投棄にあたります。これは国際条約に明確に違反しています。国連やあるいは多くの海洋条約、こういったものを無視して海に核のゴミ、トリチウム汚染水を捨てるということは絶対に許される問題ではないと思います。この状況でオリンピックを開催するんでしょうか。おかしいではないでしょうか。これを絶対に今後2年間かけて止めるために私たち団結して頑張っていきましょう。頑張ろう。原子力情報室の方々さん、大変ありがとうございました。本当に頑張っていきたいというふうに思います。続きまして、脱原発の行動をずっと伝えているピースサイクルの子、をやってらっしゃる方で、郵政のユニオンの方はいらっしゃいますでしょうか。あ、こちらです。お願いします。ご発言お願いします。ご苦労様です。リサイクルということでですね、まあ、30年前から、まあ、自転車で反戦平和、訴えて、やっております。特に、2011年、福島原発事故以降はですね、この原発の問題を主に、取り上げながら全国を自転車のリレーで結ぶということをやっております。まあ、この国会官邸前でもですね、あの金曜行動ということで、まあ、自転車の舞台をですね、皆さんご覧になった方あると思いますけども、まあ、そういうことをやっております。まあ、いずれにしてもですね、今日、菅首相はですね、閣議決定ということで、あの汚染水の海洋放出を、決定したということですが、これはですね、まあ、何を意味するかといったら、福島原発事故を水に流して、なかったことにすると、まあ、いうことだろうと思うんですよね。で、安倍晋三
もアンダーコントロールと言いましたけども、あの福島原発事故の被害はですね、現在も続いている。で私もあの千葉でですね、原発被害 の、 あの裁判に支援する会にかかっておりますけども、あの本当にあの、まあ、全国で30件、1万人のですね、原告団が、まだまだ福島原発被害があると、被害補償全然ダメだということで、国と党でも訴えている。まあ、こうしたことがですね、続いているわけですね。で現実に4万人、5万人どころか、もっと多くの福島県民が避難しているという実態があるわけですけども、こうした中で、このような形で、あの福島原発事故をですね、なかったことにするということですね、これは。いいか悪いかじゃなくて、もう見えなくして、なかったことにしようと。水に流して、皆さん水に流して仲良くしようと。こういうことでしょ。こんなことが許されるわけはないと。私たちはですね、まあ、今日、昨日、昨日からですね、官邸前に集まって、こういう緊急行動を繰り広げてますけども、やはりもう一度ですね、あの福島県民、福島のことを忘れないということを、あの肝に銘じてですね、新しい運動を作っていくと。それでこういう菅のようなですね、菅政権のような、何でもあると。ここからはいいんだというような政治を変えていくと。この中でですね、この汚染水の問題も、今後ですね、2年、3年どころか、報道によりますと30年、40年かかるということですよね。こんなことを水に流すわけにはいかないんだということを私たちは肝に銘じて、皆さんと共にですね、もう一度新たな運動を作っていきたいというふうに考えております。以上です。ピースアークの方からのご発言でした。スピーチの最後になりますけれども、キリスト教平和ネットの渡辺貴子さんをおいでになります。あ、渡辺貴子さんからご発言いただきます。ちょっと最後にしてはあれですけれども、キリスト社もいろんなことでこの、原子力問題について関わってます。原子力行政そのものを問い直そうっていう会もありますし、福島に入って本当に分断された人たちのところにどういうことが寄り添うことなんだろうって考えながらそれぞれ行動している方もいます。そんな中で今日のこのトリチウムですけれども、どういうことなんだろうなと思ったんですが、ですね、よく原発はトイレのないマンションとか言われるじゃないですか。トイレを作ってしまうって話じゃないですか。なんか溜まったものがあったらどんどん海に流しちゃう、また次にどんどん溜まるわけでしょ。これってなくなるもんじゃないじゃないですか。どんどん溜まったらどんどん流していく。そうやって一向に事態は良くなってません。もしも政府はトリチウムを海に流すなんて言う前に、まず元の原発を止めるべきじゃないですか。そうじゃなかったら後から核廃棄物もそうです。こういったものがどんどん出てくるんです。おかしいですよね。でちらっとニュースで確かこう言ってたと思うんですけど、まあ風評被害も予想されるし、そういうものに対処する、東京電力が補償するとかいう言葉を私は聞いたように思うんですけど、東京電力補償できるんですか。できないでしょ。もし東京電力がほんの一部でも認めてお金を出すとしたら、それは私たちの出したお金ですよね。東京電力がお金を生み出してるわけじゃありません。とんでもないことだと思います。政府は汚染水をトリチウムを海に流すなんていう前に、まず原発を止めてください。以上です。渡辺貴子さん、大変ありがとうございました。ごめんなさい、もう一人どうしても発言したいという方がいらっしゃるので、検察庁のテント前で、検察庁の前でテントの活動を広げている木村さんです。お願いします。
はい、すいません、ちょっと次回いただきました。経産省前テント広場は毎日毎日経産省の前で座り込みをしてます。今もこの時間にしてます。そのことと、それから我々は 何度か院内集会したんですが、そこで分かったことをお知らせします。さっきもあれ話ありましたが、ロンドン条約違反です。海洋投棄はロンドン条約違反です。それで海から、陸から流そうとしてるんですが、陸から流すとすると大量の汚染水を流すならば環境アセスメントをやらないといけないんです。皆さんご存知でしょうか。環境基本法と原子力基本法が2012年6月に改定されたんです。そして環境法の対象に放射性物質が対象になっているんです。だから今測定も環境省も手を出してやってます。ですけどアセスメント必ずやらせないといけない。アセスメントをやらせましょう。絶対にアセスメントをしたら20年も30年も汚染物をトリチウムを流したらダメだという結論になると思います。頑張りましょう。ありがとうございました。皆さん大変ありがとうございました。それではですね、この集会 の決議っていうのを挙げていきたいと思いますので、井上さんからご提案を願います。皆さんのお手元に今日の放射能汚染水の海洋放出の閣議決定に、断固抗議するというペーパーが言ってますが、今配ってますので、ぜひそれお持ちください。福島義秀首相は東京電力福島第一原発で生じている処理水かっこ放射能汚染水の処分をめぐり、本日海洋放出を閣議決定した。私たちはさよなら原発1000万人役所はこの決定に断固抗議する。これに先立ち4月7日福島首相と会談した全国漁業協同組合連合会の岸博史会長は、絶対反対との考えはいささかも変わらないとその立場を明らかにしました。次は上下、地元の福島県漁連の野崎哲会長も海洋放出に反対する姿勢は変わらないとしている。有識者による政府小委員会が2020年2月に公表した報告書には、放射能汚染水の取り扱いについては現地や関係業界と丁寧に議論をして国民的な合意ができたら政府は決定するとしていた。にもかかわらずその後まともな議論もないまま閣議決定でこの問題を乗り切ろうとすることは、国民合意県民合意もないまま再び福島に放射能の被害を押し付けることになり、断じて許せない。また2015年東京電力は関係者の理解なしにはいかなる処分も行わず、多角種除去装置施設で処理した水は発電所敷地内のタンクに貯留しますと漁業者に文書で回答したことも忘れてはならない。海洋放出をこのまま容認すれば新水さえ欠くものだ。福島県内の59の市町村のうち約7割にあたる41市町村議会が海洋放出に反対または慎重な対応を求める決議や国への意見書を採択している。経済産業省が公募したパブリックコメントの大半は、放射能汚染水の安全性に対する懸念、陸上保管などの処分方法の見直し、合意プロセスへの懸念など海洋放出に対して否定的なもので占められていた。多くの問題を抱えたまま先に官邸閣僚会議で政府の方針を決定した上で対話を求めても、それは政府の考えを押し付けるだけのもので、対話でも民主的なプロセスでもない。事故により福島県の漁業は大打撃を受け、全面的に操業が縮小された。その後試験操業が始まったが、多い時で44種の魚の出荷が制限された。全魚種が出荷できるようになったのは
2020年2月になってからであった。漁業ルームもやっと震災前の2割に戻ったと言われている。そこに海洋放出による風評被害が出れば壊滅的な打撃を被ることは必須である。これまでここに努力してきた漁業関係者に大きな失望を与える。再び漁民の生活や希望を奪い去る。放射能汚染水に多く含まれているトリチウムは体内に取り込まれれば細胞や DNA にダメージを与える。さらに放射能汚染水にはトリチウム以外にも他の放射性物質も取り残しがたまま放出されることも指摘されている。また薄めて流せば良いとする考え方も問題だ。東京電力はこの問題、この間柏崎刈羽原発で経済作施設の不備や不正 ID 使用などの問題、福島第一原発の4000機の内容物不明のコンテナ問題など管理と情報開示について次々と問題が明らかになってきた。まさに東京電力が原発を動かす資格が資格と管理があるのか、そのことは放射能汚染水を管理する資格があるのかも問われている。このような企業が放射能汚染水の放出をすること自体が問題だ。放出ありきで進められてきた放射能汚染水問題、海外の国や市民からも多くの批判の声が上がっているが、それさえまともに回答していない。世論に挑戦する海洋放出を閣議決定したことは許されない。保管するタンクの新たな敷地の確保や他の代替案の再検討を強く求める。2021年4月13日さよなら原発1000万人アクション実行委員会、世界に調査していただきたいと思います。ありがとうございました。ただらの主催アピール確認したいと思います。広げていきたいと思います。それではですね、今日の行動の最後にもう一度プラカードを官邸に向けて抗議していきたいというふうに思いますので、ご協力お願いします。閣議決定中断、閣議決定中断、閣議決定を撤回しろ、閣議決定を撤回しろ、福島放射能で汚すな、福島放射能で汚すな、海洋放出するな、海洋放出するな、海洋放出反対、海洋放出反対、県民の声を聞け、県民の声を聞け、漁業者の声を聞け、漁業者の声を聞け、汚染水を海に流すな、汚染水を海に流すな、はい、ありがとうございました。今日お忙しい中大変ありがとうございます。参加者320人でした。さらに行動を続けていきましょう。ありがとうございました。ご苦労様でした。ありがとうございます。中入っていただきたい。ありがとうございます。俺向こう行ってたんだよ。みんなこっちにいるって言うから。私もね、最初向こうに行ったら足りないから、あ、じゃあこっちだなと思って。